東京都はダムなどで発電した電気を販売する方法として来年度から競争入札を導入する方針を固めました。これまで都は東京電力と契約を結んでいましたが、新たに PPS 特定規模電気事業者などの参入を拡大する狙いです。都内には青梅市などに3つの水力発電所があり、昨年度はおよそ10億円で東京電力に売電しています。都はこれまで条例により東電以外の事業者との契約を認めていませんでしたが、電気事業を取り巻く情勢が変化したとして2019年まで結んだ契約を来年3月までとして契約打ち切りを東電に打診。猪瀬副知事はこれを機に電力市場を活性化したいとしています。東京都はその先陣を切ると全国に神奈川県とかいろんなところみんな水力発電やってますから、それが自由化されてくると、そうなると9つの独占電力会社以外の電力会社が成長すると、そうするとお客さんは電力を選べるようになると。これに対して東電は解約には保証金の交渉が必要になる可能性があるとして契約継続を求めていますが、都はそれに応じない考えです。都は競争入札が可能になる条例改正案を9月の都議会定例会に提出する考えです。